おはようございます。本日は本当に寝れてません。緊張しすぎて近い YouTube の画角を間違っと緊張しすぎて一睡もしてません。怖いです。今日はレペゼンさんのレペゼンの虎というのに出るんですけど、本当に3日前ぐらいに DJ 社長にちょっともう面白い企画何でもいいからしに来てみたいなみたいになって、で正直金額とかももう全然わからん状態でですね何がおもろいかなと思って3日間考えて、レペゼンさんのシッポでバッグ作るっていう企画おもろいんじゃないかっていう、僕の友達のニマさんにちょっとお願いしてそれっぽく資料作ってほしいですと言って、昨日ニマさんも徹夜で今作ってもらってます。素人だったら最低やもん。多分無理なんで、多分作ってるシーンはこちら本になると思うんですけど。こんばんは、ニファイルです。今ね、アダルトグッズの市場だったりとか、もう年間の売り上げだったりとか、かなり今データを集めてます。で、いろんな、企業の方とかいらっしゃるんですけど、まあ、企業って言うと、アダルトを専門にしてる方なんですけど、そういう人たちからも一応データをですね、送ってもらいながら、それを一つにちょっとまとめてるんですけども、結構内容は、まあ、正直ふざけてる感じに聞こえますけども、資料はガッチガチです。やっぱりちょっとね、やるなってなっていう感じなんですけど、まあ、プレッシャーはすごいですけどね。ただでも皆さん分かる通り、リーさんいるじゃないですか。あの人はもう本当にもう頭の回転と、これすごいから。僕の営業能力と、まあ、彼の、まあ、トークと、頭と、この二人がもう合致したら、もう絶対にこれ成立しますよ。はい。ただちょっとデータしすぎて、まあ、ちょっとね、長ったらしい感じになっちゃうかなっていう感じではあるんですけど、まあ、その辺はちょっと臨機応変にうまく、まあ、ちょっと長いってなったらそこから切り替えてね、リーさんも僕も対応能力はもうかなりかけてるんで、まあ、ちょっとこれ面白い動画が見れるんじゃないでしょうか。はい。まあ、レペゼンの虎。今年は虎年の年。はい。僕虎大好きなんで。みんな楽しみにしててください。最強のプレゼンをレペゼンにします。はい、もしもし。はい、先ほどお電話いただいたアメリカンチェリーパイなんですけど、はい、先ほどご予約いただいた H カップのダニエルちゃんがですね、18時間待ちなんですよ。長えよ。あ、見ていただけたでしょうか。今からニマさんと合流して頑張りたいと思います。レペゼンファンの皆さん、レペゼンさんのお家届けられる日が来るかもしれません。よろしくお願いします。お願いします。おかしい。それで行こう。着きました。泥酔いです。めっちゃもう深かったんですけど、ちょっとしていかがなんですけど、やばいっすね、やばいっすね。今から先ほど言った皆さんの期待に応えるこの案件、もうこれ受かったらマジでね、何かの店、女性も男性も絶対感謝すると思うんですよ。でもめっちゃ緊張して鼻先が足りないです。ちょっとほんまに頑張るっす。俺のなんだけど、なんかあと息子の言った本が、はい、ほんまに好き、大きな、ちょっと身長伸びたな。伸びたね。はい、今から始まるので、ちょっとゆっくり緊張するのをお酒で消していきたいと思います。頑張りましょう。はい、はい、シャカナニ最近のことやばい。あんまり飲むと喋れへんすよ。あ、大丈夫、記憶ない方がいいから。足に来てるっすよ。怖いっすね。お前飲めよ。お前
これ取ったら飲まなあかんルールやろ。そうですね、はい、何ですか、あ手ぶれ持ってないんですよ今日。ええー、関係ないもん、手ぶれろ。いい飲みっぷりだね。やるね、いい大会だ。待ちましょうか。いや、やめよう、あの持ったら酒飲まない。シャカナニ希望金額300万金額一番大事なシャカの方です。シャカの方です。一番大事なのはシャカの方です。シャカの方です。青い部位の小さな部位があって、青い部位流れてるなって思ったらもう間に合ったんです。佐藤さんは今日は出ませんで明日ねって一応次の日をどうぞみたいな、もし悩みが無理でも佐藤さんは来てもらって来てもらうみたいな。で、なんか他店舗になったらあ、はよみたいな感じで、一応音を有料のかなすんで、ダッダッダッあれ入ってきてもらえた。はい、で一番後だからみんな日本見せたんですよ。そうですね、かっこよ。やってくださいよ。奥さんといえば日本だけじゃなくて海外に進出してるんで、日本だけの、いいかなって、希望を広げて、はい、そこをまずはプロペラさんに来てるんで、まあ、データ化してますから。で、俺が実は今デート中なんです。あと流れますこれやってる感じで OK です。僕は言いますね。僕らずっと前にこの人を見てたんですよ。なぜかと言いますと、ちょっと異色やと思うんですよ。なんか一色って言うんですよ。ずっとなんかいると思うんで、ずっと疑問に思ってて、絶対見積もりとか、あと何パーセントの利率だったりとか、そういうのを全部お話ししたいと思います。お届けする日は行きますね。ちょっと僕、ほんま泣きそうな。僕ら3日っすもんね。そうで、1日で2パスある全部用意して、もういや、本当に協力してくれた方もね、本当に来たんでね、本当にありがたいです。はい、もうみんなの力がね、形になったと思うんで、協力してくれたら、僕らありがとうございます。お疲れ様でした。僕らはこれで、はい、頑張ってください。頑張ります。お疲れ様でした。
ながら寝てたで。食べながら寝てた。危ない、喉詰めるって。ちゃんと起きて食べや。